こういけっていうことで、全然次は全然のします。そうだそうだよ、そうなんだよ、おかしいおかしい、そうなんだよ。どうしたのお父さん、とうとう気が触れたの。確かに私はショープランドに行きました。え？そこに木の木先生がいたんです。私は脅されました。このことを息子さんと奥さんに話してもいいのかと私は怯えました。だってもしこのことがママに知れたら私は殺されてしまう。しかしだ、もともと先にソープランドにいたのはムクノキの方なんだ。先生はソープランドに行っていいのか、聖職者たる教師がそういうことしていいのか。私は脅すことはできても脅される筋合いはなかったんだ。だから私はバッカ野郎。次の一撃で、いや、とどめだ。いや違うんだよ、隣のマッサージ屋と間違えただけなんだよ。あ、そういうことだから高志だよ。約束した聖子ちゃんの写真集は火炎。お前はもうムクノキのしもべじゃなくていいんだ。あー、もう何だったんだよ俺の頑張り。君たちダメじゃないか、もうお昼前だってのにこんなところブラブラしてちゃ。なんで難航の先行にこんなことされなきゃなんねんだよ。そうですよ、権利がないと思いますよ。私はね、この付近一帯の学生を構成して坂本先生が安心して生活できるようにしたいんで。意味わかんねえ、三橋と伊藤は何やってんだよ。てめえらもあいつらの知り合いで。おいおい、あの卑怯者三橋をしのぐどぎたねえ手でやっつけてやるよ。ほう、対三橋用に考えていたとっておきの技だ。お